私も、うん、この後、うん、させていただきます。あら、ちょっと知りたいですよね、はいはい、愛人いくら払ってますか、はい、聞きたいでしょ、パチンコ社長やったら車何乗ってるんですか車は、マセラティだそうですそんな安い車と思うなよって言ってるかもしれない。その辺も後でまた後で、ね、後でということで、後でかよ、はいはい、じゃあなんか丸裸にされる感じですねそりゃそうでしょ、パチンコ社長ぐらい興味に真摯な対象ないでしょ。そうです。できれば隙を見つけて何かしたいと思ってるからね、うん、まあ、ちょっと、うん、あ、放送お手を柔らかに。ああ、いや、そうですね、はいはい、そういう中で、うん、一般的に小規模店の経営方法としてどういったものがあると思うのか聞けってなってますよ。はいはいはい、うん、聞けってなってますよ、うん、では大崎さん、一般的な小規模店舗の経営方、うん、すみません棒読みですね、うん、どういったものがあると思いますかということで。小さい店舗はね、まあ今ですよね、まあ、僕正直小型店はそのよっぽど立地都市部で駅前店とかで立地に恵まれてるとこ以外の小型店は、あれやね、低貸しにする。うん、うん、あ、奥に行って喋れ、奥で、はいはいはい、奥でね、はい、低貸し専門店とか、あるいはファスロ奥に、まあ、20スロ奥にしても、じゃあジャグラーとかそういう、なんつうの、年配とかライトユーザーの方に遊んでもらうような商売にならざるを得ないんじゃないかなっていう、まあ、一般的に考えてですよ。あれじゃないですか、はい、うん、スタッフの数をもうものすごく減らすんじゃないですか、小型店ね。小型店はやっぱり、社長自らの鍵持って回ってる店は僕行ったことあります。そんな感じになるんじゃないですかね、うん、やっぱり。そうですよね、だって、まあ、まず大型店と戦わないね、五分になったって負けるわけやから、そのこぼれたお客さんを拾うような機種
さあ、生き返りましたか？すいませんね、なんかこの貴重な有料の前の無料放送の時間をかなり取ってしまいました。聞こえた、はい、聞こえた、オッケーオッケーオッケー、来た。さあ、じゃあ、何事もなかったかのように始めますよ。なんで、僕が今何聞いてたか、小型店長は大体イメージ的にはこういう風なやり方やろ。ね。ステレオタイプな小型店のやり方っていうのはすぐ思い浮かぶ。でも、そういうやり方だったら今小型店に やっていけませんよね、そんなんね。はい、はい。のでここでヒゲは何をしたかという話や。ヒゲは何をしたかという話や。そう。はいはい、ということで、これですか。お、サチチャレが。まあ人気になった理由ってまあこれ。あら、人気店よ。かどうかは分かりません。それは B でも入れた。いやそんなことない。チャンスか。ダメ。チャンスか。メンソーレも前代メンソーレ。メンソーレ。メンソーレじゃないですか。違いますか。それもダメ。ダメ。それはいいか。あ、それはいいか。本当ですからね。じゃなくて何をやったんですか、サチチャレは。そうですね、うん、これ、まあ、理由といいますか、まあ、もう本当に、これ、後も話すると思いますけども、本当にニッチもサッチもいかなくなって、あ、立ち上げてすぐは普通にやってたの？普通にやってて、うん、やまあ、思った通りうまくいかなかったんや。最初はうまくいったんですけどね、ある程度は。やっぱりそのうちどんどん落ちますよね。やばいなみたいな。もう、ただもと言った時に、やったのが YouTube。絵の動画投稿だ。じゃあもうギリギリまで崖っぷちまで行ったんすか。もうほとんどもう崖っぷちでしたね。の何千万か出してこうってランニングも払いながらやばいみたいな。そうです。だいぶお金的にはやばい感じになりました。やばい感じで。そこで YouTube 来た。ヒカルさんとマブダチですか。違いますか。YouTube といえばってなっちゃうからね。違いました。ラファエルさんですか、いつも仮面これ。ラファエルさんね。ラファエルさんね。詳しい。YouTube もうあのまとめサイトばっかり見てますからめっちゃ詳しいですよ。しじゃなくて、なくて YouTube で何があったんですか。そうですね、これがパチンコ店買い取ってみたというタイトルで、そのまさに YouTuber のタイトルじゃないですか。そうですね、なんかやってみたみたいな。その流行りに乗ったというか。買い取ってみたっていうタイトルで YouTube やった人おらんでしょ、当たり前やけど。いないですね。おるわけないわな、そんなんな。あ、そうなんだ。え、それは何、しれっと、え、誰かの入れ知恵っていうか、誰かこうやったらええやないっていうか、アドバイスしてくれた人おったんですか。そうですね、そうですね。あ、そうなんだ。一緒に今、だからカメラ回して編集してる。え、でも、どうやったん、え、俺がやんのみたいな感じはあったでしょ、だって。そうですね。うん。しかも、その、このあれですよ、こう、